コイルとプラグは変えました。できたらプラグコードも変えた方がいいかなというところですね。これで今ここから今かけて10メーターぐらい走ってきてピットに来ました。この状態で超回、まあ、引かないでかな、引かないで、これくらい指導性ね、もう一回セルを回してこれくらい、まあ、だいぶ指導性は良くなりました。水温まだ上がってないのでまだ冷えた状態の、まあ、比較的これ濃い年長の設定かなとは思うけど、まあ、これくらいの方がまあ登録ありますね。だいぶ指導性改善。これで温めてあとエアコンつけた時に、レンジの調子見ますね。